の機会に、はい、家族内集合写真でございます。はい、最高の作り笑顔でスタンバイしております。ぜひぜひ写真撮られてください。手を振っていただければ目線が向けますので、はい、そうしないとね、目線が合ってない感じの割絵面になってしまいますのでね。はい、あ、はい、手を振ってください。はい、こう見えてお腹をへっこまして息を止めています。こちらも目線。あ、こちらの方の目線。はい、こちらの方。ちょっとじゃあ、ちょっと斜めの方の陣形取りましょうかね。はい。ビデオなんで喋ってください。あ、喋ってください。動画なんですか。動画なんですね。はい、ありがとうございます。はい。そうですね、この場をお借りして今日ね、客席の方にね、いらっしゃいますエキストラの方、ここで紹介させていただきます。まずは、介護士、介護士の看護師役の方に失礼しました。失礼して、ケアマネージャーの役でお出になってました斉田貞子さん。そして今度看護師の役で、東川真由美さん、どちらにいらっしゃる、あ、あゆみさんですか、失礼しました。東川あゆみさん、どうもよろしくお願いします。はい、そろそろ皆さんも写真取り上げてきた頃だと思いますので、お名残惜しはございますがね、ここで、出演者の方に、ね、方々に対応していただきたいと思います。それでは今一度出演者の方々に盛大な拍手で、ありがとうございました。以上で、舞台挨拶付き上映会、終了させていただきます。皆様お手元にアンケート用紙があると思いますけれども、ぜひともアンケートの方ご協力いただきたいと思いますので、アンケート用紙まだご記入いただいてない方、ぜひともご協力お願いいたします。ということで本日の、舞台挨拶付き上映会、ジェニーお店に行くよ。モノマネパブにちょいちょい出ております。まあ、Facebook とかもやっておりますので、またよろしかったら来てください。拙い司会でしたが、舞台挨拶の司会を務めさせていただきましたジェニー伊藤でした。どうもありがとうございました。それでは